どうも皆さん、オーディオビジュアルプレゼンターの榊はじめです。先月紹介したインターフェースのネットワークオーディオのソリューション ITF ネットオーディオ、なんと今回開発中の評価ボードをお借りできたので、そちらの紹介と使用レポートをお届けします。こちらが ITF ネットオーディオの開発中の評価ボードになります。いやー、この手のひらサイズの小さなボードの中にネットワークオーディオの大きな未来が詰まってると思うと、なんだかこうワクワクしてきますね。なお、基本的にインターフェースが提供するのはこの上のボード、 CPU モジュールの部分だけで、下のボードは基本的にオーディオメーカーが作ることになります。もっとも、言われればインターフェースが下のボードを作ることもやぶさかではないそうです。さて、この評価ボードは現時点で UPnP、DLNA、オープンホーム、ルーンレディの3つの機能に対応しています。そこでまずはネットワークオーディオプレイヤーとして使った際のレスポンスを検証しました。比較対象は無料で公開されているPC 用のオープンホームのプレイヤーソフトです。このソフトは PC の CPU を使うことになるので、ある意味で最速のネットワークオーディオプレイヤーと言えます。検証にあたり、ネットワークオーディオプレイヤーで音楽を聴く際の日常的な操作を踏まえて、次のようなテストコースを設定しました。それでは PC 用オープンホームプレイヤーの動きと ITF ネットオーディオの動きを続けてご覧ください。これから流すのは3回優位な計測を行った上で一番結果が早かったものです。Give and remember is the only way to be when you're
いやー素晴らしいですね。 ITF ネットオーディオは考えうる最速のネットワークオーディオプレイヤーと全く遜色のないレスポンスを実現しています。しかもプレイリストに453曲も一気に突っ込むという工程を含んでこの結果なので、実使用においては結果のわずかな差も消滅するものと思われます。ネットワークオーディオプレイヤーのレスポンスの良し悪しは音楽再生のユーザビリティに巨大な影響を与えるため、今回の ITF ネットオーディオの検証結果はまさに理想と言えます。再生、停止、スキップ、シークといった操作においてタイムラグは皆無です。まずネットワークオーディオプレイヤーとして素晴らしい素性を示した ITF ネットオーディオ、今度はルーンレディの機能を使いルーンのアウトプットとして使ってみました。結果この時の使用感も全く問題ありませんでした。動作の切り替えもすごくスムーズですし、ネットワークオーディオプレイヤーとして再生中にいきなりルーンからの再生を始めるなんていうことをしても機能不全に陥ることはありませんでした。なお ITF ネットオーディオはあくまでもデバイスソリューションとしてルーンレディの機能を持っているというだけで、実際にルーンレディの認証を取る必要があるのは ITF ネットオーディオを組み込んだ製品を出すメーカーになります。ちなみに私が把握している話ではルーンレディの認証にお金はかかりません。動作検証のために機材を1台ルーン側に送る必要があるというだけで、認証そのものはタダです。以上 ITF ネットオーディオの評価ボードの紹介と使用レポートでした。今後の追加機能を含めて開発中とのことですが、ネットワークオーディオプレイヤーとしての素性の良さは間違いありません。これから ITF ネットオーディオを採用搭載した製品が様々なメーカーから登場することが本当に楽しみです。ネットワークオーディオの未来は明るいですね。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。